それでは、ときめきメモリアルガールズサイド、やっていきましょう。2年目が、だいぶ終盤に近づいてまいりましたね。ででん。抱擁の季節、ラブロマンス。そうな。これな。まあまあいいか、この辺は。で、パラメータをどんどん上げていこうという感じですよね。で、ゲーム音小さい？そうですか？ちょっとお待ちを。何をあげたらいいんやろな。なんでやろな。別にいつもと同じ設定やのになぜ。あ、小さくなってた。このせいか。これでどうかな？で、ローズクイーン目指してパラ上げをしていきたいんやけど、結構きつそうって感じなんですよね。パーティーにドレス、初詣に着物を着ていけば、やっぱり、彼はときめいてくれるのかな。ロングパンツ赤リストバンド。なるほどな。海辺の散歩とかなんかあるかな。デートの約束はしてたっけな。とりあえずバーゲンに行って、なんか着物買おうぜっていう話はしてたと思う。で、ストレスがマッハ。デートの約束はして、あ、してるわ。コウ君とデート入れてるわ。で、ここバーゲンやろ。だから、まあ、パラアゲやな、今のところは。パラアゲだ、寝ることやな。よし。もう寝よう。グー。ご健康もいいし、一気に休もう。ね。グイッと。よし、グッと休んだね。で、ここももう運動していきましょう。がっつりね。運動ももうちょっと200乗るぞ。魅力がな、70かって感じやねんな。バイトで少し上がっていってるから、ギリ追いつくかな。お、また来たじゃん、コウ君。なんなん、コウ君。好きやん。いや、まあ、たまには何か買ってやろうと言えよ。なんかこれ、これも前回も来んかった？同じイベント見なかったっけ、これ。いや、お前やルカが食ってこれうまいってのくれ。確かに店員さんがちゃんとサンタコスになってますよ。そこが違うっていう感じ。イチジクのタルトね。また甘そうやそうね。だな、おい。あれ見たよね、あれ。でも前回のセーブデータからやってるはずなんやけどな。なんやろな、なんか俺リセットしたっいけや、前そ回。れでいい。1個くれ。かしこまりました。かしこかしこまりかしこ。ちょうどいただきます。まあ、俺もよ。ちったこういうもんが分かるようになっとこうかと。あ、そっか、お見舞いイベント見ようとした時にあれか、はあ？いや、そうじゃねえだろ。なったんかな。なんでそうもかもしね。れんな。帰るわ。バイバーイ。こうくん？そうやね。お見舞いイベかもな。で、お見舞いイベントは起こらなかったんですよ。お見舞いイベントは、なんかこう、休みじゃないところに合わせてやっていかなあかんのかなっていう感じなんですよね。で、リッチル125ですけど、ちょっとセーブしとこう。一番上まで行くか。そうやな。そう、風のワンパーティー行ったのもあったよね。現実の時期とリンクしてますね。これなんか売らんと買えないかな。そうなんよな。なんか売らんといかんかなっていう感じがするんやけど。服を売る。125リッチ。あ、ちゃうか。でも割引思いっきり効かしたらいけるか。バーゲンプラスポイントを使ったら。
っと一回行ってみましょう。です。足りなかったらもうセーブもしたし。です。抱きしめて売りね。いらっしゃいませ。99リッチで晴れ着買える。本日はバーゲンですから大変お得ですよ。そうそう、バーゲン&ポイントで買えるはず。ポイントカード集やね。おっとあんまたまってなかったんだけど、マジで無理なんだけど、無理なんだけど使ったよね。そうやん、ね、そうや、その後俺フリマばっかり行っとったから全然ポイント溜まってなかったんや、ね、そうやん、そうや、フリマの罠や。じゃあ服売るか。服売ったらワンチャン買えるよね、ハリギ。まあでもハリギ諦めてもいいんやけどね。うん、これでも 41% オフやな、すごいな。服売るか、服売るか。フリマってポイントがたまらへんねんよな。そうなんだよな。そうね、バンビ暑がり。ああ、そう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 、そんな薄着してたらバンビのお肌が痛んじゃう。ああ、こういう割れ方すんね。おしゃれはまず TPO から。それと流行のチェックも忘れないこと。はい、流行と服装の季節感気をつけた方がいい。バンビが次のファッションレベルになるには、うん、バビおめでとう、ファッションレベルが上がったよ。でも上がったね。すごい、怒られたけど。もう教えることないかも。バンビならきっとおしゃれ道を極められるよ。はい、カレン、そうやね、カレンも十分うさぎすぎなんだよなカレン胸元開きまくってるからな、全然うすぎやんかな。うん、ね、お、そっか、これリセットした方が早いな。ちょっと待って、クリスマスパーティーのところまで突っ込んでしまったわ、うん、ちょっとお待ちを。よっ、でゲームをリセットってどうやんねやろ。あれ、うん、な、よし、もう僕に会いたくなったなんて、ごめん。なんだ、何を言ってるんだ。俺はそんなこと何も言ってないぜ、ね、インカレ先輩調子に乗ってんな調子に乗ってる、呼ばわりをされるインカレ先輩。いやいや、会いたかったよ、ね、でもインカレ先輩が言いそうなセリフではないよな。インカレ先輩が言ってると、ちょっと調子に乗ってると思ってしまう感はあるよな。177リッチいるんですが、でもそんなに売るもんあるっけな。正直そこまで売るもんないよな。うん。ね。177リッチまで。オレンジ色のパーカーいらない。オレンジ色のパーカーなんかないで。4とかやろ。抱きしめて10リッチで売れる。一番高いな、抱きしめて。え、でもあと52リッチ。ワンピか、これ。あ、これがいらないってこと。これ売って7リッチやろ。あと52リッチは無理やで。うん、あと52リッチはちょっと無理があるぞね。ちょっと無理やな。
普通に晴れ着諦めるかな。別にいいと思うねんけどな。うん、そんな晴れ着いるかなって思うんやけどね。よいしょ。そう、なのでまあせっかくのバーゲンなんで行くのは行きましょう。ちょっと服着替えて、うん、バーゲンは行くのは行きましょうです。うん、年末だけでいいでしょう別にね。で、流行、何やったっけ流行をさっき見たのに忘れてしまう鳥頭フルコン。ディ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 、ロングパンツ赤リストバンド、ロンパン赤リストバンド、よ、ロンパン赤リストバンドやろ。よいしょ。うん、ロングパンツ、ロングパンツはないな。そうやな、うん、じゃあ赤でも、赤はちょっとつけとくか。むちゃくちゃなったよし、どんどんダンガーにしてやるぜ。よしよし、赤ビビット、ビビットのやつウルビビにしようか。ビビットパンツはよし、ウルビビ。あ、でも寒いかなまだ。いや、いけるか。中、中のこれもで、これビビったやろ、これウービビ、うん、本値50以上やからまあまあいいんやんね、これで。よいしょ、よし、半分は超えてるから大丈夫でしょ。で、買い物行きましょう。ジェスやんね、バーゲン。何買おうかな。いらっしゃいませ。本日よし、カードは使いましょう、うん、で前回買ってないものにして、うーわ、はずきてきたな、いるな、うん、いらんねんけどね正直に。ドレスの方がいいよな。ワンピが結構な、使えるので、どうしようかな。こういうワンピとか使えるかな。ね。クラシック A ラインワンピース、もしくはカットソーワンピース。この辺、いるよね。うん。シック。あ、シックか。シックな。シックいらん。いや、でも、なんか調教のために買うっていうのは、ありじゃない。うわ、この変なやつ欲しい。花黒シェンク、シェクリングスカートね。デニムベストとかちょっと欲しくない？キスギちゃん感、スギちゃん感。あと、ま、T シャツとかはなあ、あんまいらんよな。サマー T シャツ、なるほど。どういうのがいいかな。エスニックブラウスとか良くない、これ可愛い感じ、うん、ワイルドやね。多分ワイルドになれるよねこれ、スギちゃん。ロングニットコート、うーん、まあ、せっかくやからなんかこう、あ、今日泊まる、なんかちょっと設定が悪いかな。設定はいつも通りなんやけどな。すまん、なんかニコニコの不調やろうな、それやと思ったら。ワンピシックやけど、一個買っとくかな。カットソーワンピ。なんかバーゲンやからちょっと買っときたくなるな。うん。なんかシックっぽいの多いよな、でも。ソーレーススカート。ちょっと高いけど、これとかもなんか使えそうな感じがする。でもこれもなんかシック感がある。このベストとかめっちゃもうせいちゃん感あるもんな。せいちゃん感しかないもんな、このベスト。そうか。まあ、こんなもんか。
リップアミ T シャツ。あー、これちょっと胸が強調されるタイプのやつやんな。巨乳フルコとしては買っときたいな。よし、ちょっと見直そう。さあ、こん中でいらんやつどれやと思う？スギちゃんはいらんかもしれんけど買う。スギちゃんとあの抱きしめティはいるいらないじゃなくて買う。それ以外でいらなさそうなやつありますか？あのスギちゃんと抱きしめ、スギちゃんと抱きしめティは買います。でもスギちゃん否定派いないな。ハズキティはいらないっていう人もいる。ハズキティはいらないっていう人はいるかもしれんけど。しかもこっちの方があれやんね。あの正統派ハズキティの方やね。俺の今持ってる方ってちょっとなんかあの色違うタイプのやつやん。こっちが多分ほんまの方、白に正統派ハズキティのやつ。スギちゃんいらない。あ、でもスギちゃん以外も別にいらない派の意見なさそうやから、まあ買うか。うん、スギちゃんはいるんです。買いたいから、俺が、なぜなら俺が買いたいから。よっしゃ、じゃあちょっと一応買うか。まあいらんかったら正当はみ出すならスギちゃん。どういうこと、どういうこと。ちょっと買ってみましょう。はい、うん、ほら買っちまったぜ。出るぜ。でまたポイントがかなりたまるぜ。いいぜ。うん、ほぼ全部たまったと言っても過言ではないぐらいたまったぜ。いいお買い物できたかも。もう一軒いけるんやんな。どうしようかな。ポイント全部貯めちゃうためになんか買い物しようか。雑貨屋とか、うん、あ、ジュエリーがいいかな。やっぱアクセが重要だもん。古着屋でもいいけど、ねんね行く？ねんねがいいと思う。あ、ねんねも、ねんねもセールなんやったっけ？ジェスねんね、ジェスねんねセールやっけ？夜勤中だがコウ君見に来た。お、勤務中にお疲れ様です。あ、違う？あ、違うよね。うん、ジェスセールやんね、今日は普通に。じゃあちょっと普通にジュエリー行ってみるわ。いらっしゃいませ。バーゲン中ですので大変お買い求めいただきやすくなっております。バーゲン中やん。でもちょっといいもの売ってるんやんな。うーん、いいもの売ってますね。でもさ、持ってないもの、俺の持ってないものってストールは持ってるよな。あ、でもこのタイプのストールは持ってないな。いやー、パールのネックレスとか、あと18ポイントでポイントが埋まる。そうやね。うん、18リッチ買うか。うん、 3×6 やね。うん、パール買うか。うん、18リッチ使おう。じゃあストール、まあいいかな。クリスタルネックレスも買っちゃうか。フォーマルグローブと、うん、あと3。コサージュいらんけどな。うん、金銀パールプレゼント、うん、おしゃれなストール、ちょっと買いすぎ。パール、うん、あ、これで16リッチやもんな。買っちゃうか、ガツッとね。22リッチ買っちゃうかね。うん、コサージュはいいでしょ。うん、持ってないやつやけど、買ったことないやつやけど、星ついてないけど、でもいいでしょ。これはもう色違いあるし。よし、よし、これでたまったぜ。持ってない色は、どうもありがとうございます。全部またお越しくださいませ。確認しきれてなかったから、まあまあいいでしょ。私ポイント全部貯まったから、これで来年は着物買える。バンビ、最後の最後に買いますよ。素敵。え？ちゃんと流行を抑えてるじゃん。そうだよ。いいよいいよ、似合ってる。うん、このリストバンドのこと？それそれ。
五郎先生のコラムチェックしてるんだ。あれは必読だもんね。やった、カレンに褒められちゃった。バンビが次のファッションレベルになるには、うん、バンビおめでとう。ファッションレベルが上がったよ。すごい、もう教えることないかも。バンビならきっとおしゃれ道を極められるよ。オッケー、やった、おしゃれを頑張ってよかったな。というわけでおしゃれ動画完璧になりました。まあでも最後まで上がってももう別に属性増えたりせえへんもんね。さあクリッパだよ、うん、クリッパだよ。何を買おうかな、ジューリッチのもの買いますよ。コウくんやもんな、うん、まあ、アンティークラジオやもんな、うん、これまあこれがあれでしょ、うん、あと誰なんやっけ、まあ、これタマちゃんやんね。でサンドピクチャーがセイくん、セイちゃんやったっけ。でゴージャスラバライト、ん、これアラスさんでしょ、うん、あでもアンティークラジオで、あ上からこれ普通に並んでんのか、あのね、ゴージャスラバライトがニーナでいい、普通にいいんか。めっちゃ簡単やな、上から並んでるだけだよ。ね、クリスマスパーティーには何を行こうかな。正解、そうだね。まあでも上から普通になんか並んでるだけなんや、ね、よっしゃ、ドレスにリストバンドという一番変なアクセサリーつけていきたいな。やっぱとんがりやよな。あ、とんがり買ってないんか俺今回のプレイ。お、とんがりを買っていないという失態。しおりで行こう、とりあえず仕方ないので指輪つけてこう。ああ、まあそうか、桜村の七ホリング、それっぽいね。めっちゃそれっぽい人になったね。ちょっと学生やのにやりすぎ感あるよな。あ、グロームの方がもっと、こっちの方がなんかやりすぎ感ない？このやりすぎ感でいこう。学生のくせにやりすぎ感ね。マダムレベルの感じや。紳士淑女の皆さん、天の橋邸へようこそ。今宵はクリスマスイブだ。聖なる夜をどうぞ心ゆくまで楽しんでください。はい、皆さんの青春の1ページに残る素敵な思い出ができますように。それでは改めて良いイブを。メリークリスマス。メリークリスマス、うん、バンビ見つけた。あら、あ、ミオ、メリークリスマス。メリークリスマス、うん、バンビ素敵。いや、笑いかけてくれて、あ、ありがとう。ミオも可愛いよ。ありがとう。今日はみんなバンビに釘付けになる。占いじゃなくて本当に素敵だから。照れるな。行くね。今日は情報収集のチャンス。そうだよな。行ってらっしゃい。へえ。おおおおおお。メリークリスマス。おお。メリークリスマス。なんだよ。浮かれてやがんな。そうだよ。まあね。コウ君も楽しんでる。あ、ちなみにね、俺あのときめき開封動画っていう。ときめきメモリアルの方、ホップアップストアに行ってきた時の方動画を YouTube の方に投稿したんですけど、なんか1個その缶バッジのやつ買ったんがどっか行ったっていうのを、どっか行ってその動画に何収められなかったんですよ。なんですけど、あのガールズサイド3の缶バッジ開けたらコウ君でしたよ。とう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 コウ君。そうなんですよ。なんだ、そうなんですよ。だから缶バッジコウ君出てね、うん、あのクリスタルキーホルダーの方はね、あの俺の知らないキャラクターが出てきたんですけど。食い放題だしな。はすみさんというですね、私まだ一つも出会ってないキャラクターが出てきたんですけど。
誰ですかあなたって。え、俺が分かってないだけと思ってんやけど。どうしたの？あ、いや、お前、あ、それ。あ、このドレス、どう？おかしくない？おかしくはねえ。おかしくはねえけどよ。おうよ。ん？あんまり見せびらかすんじゃねえぞ。こういう日は変な気を起こす野郎が多いからよ。ま、それが君じゃないとは限らないけれどもね。大丈夫だよ。大丈夫じゃねえよ。あらめ。ん？あ、いや。あれあれあれ、ごめん、ちょっとエロしちゃった。メリー、そしてクリスマス。失礼しました。あ、メリークリスマス、ご機嫌だね、ルカ。まあね、食べ物がいっぱいあるから、うん、なるほどね。ドレス着てるね、うん、あー、これどっかな。正直な感想とお世辞とどっちがいい？え、じゃあ正直に。すげえ可愛い。ちなみにお世辞の方は超可愛い。なんてやつだ、ほんまに。なんだこの玉虫色のスーツ。なんか、そう。まあ頭にあるけどさ、俺はあんま好みではないよな、この玉虫色のやつ。うん、まあまあまあ、あるんやけどね。やった。あ、これコウ君のな。兄ちゃんのやつ借りてんのか。あ。何？あのさ、ちょっと。行ってきていい？はーい、うん、みんなに挨拶。いや、お寿司出てきたから行ってくる。そやな、しっかりね、お腹に溜めとかないとね。じゃあね。そんじゃ。うい、めっちゃ真剣に言ってた。コウ君のか。じゃあ、あの玉虫はコウ君やったよ。誰かのプレゼントが回ってくる。もしも願いが叶うなら。コウ君、キャモン、コウ君。君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。うん、何が回ってきたんだろう。開けてみよう。SR400 ロゴキーホルダー。このマーク、どこかで見たことがあるよな。へえ。ほう。コウ君。お前が当てたの、それか。そうだよ。俺が出したやつだ。やったぜ。そうなんだ。あ、コウ君の。なんだ、お前のかよ。ねえ、ルカがスーツなんて持ってるわけない。まあ確かにそうやんな。うん、貧乏人なんでしょ、ルカって。基本的にスーツは持てない。クリスマスだからよ。まあ、あれだ、奇跡ってやつじゃねえか。てか、こういうクリスマスパーティーでもさ、学生はみんな普通に学校の制服で来るイメージなんやけど、うん、全員がスーツを当たり前のように持ってるっていう、この学校の感じがすごいよな。コウ君、ロマンチックだね。うるせえ、うん、お、いいじゃねえかこれ。あ、俺らセンスが似てきたな。センスが似てきたな。だって理事長が理事長やし、まあそうよね。おしゃれ度を極めなきゃいけない学校やよね、ここは。こうして高校生活2年目のクリスマスイブは終わった。うん、ハバ学は基本的には金持ち学校か。そうか、主人公も結構金持ちなはずなんだ。よし、じゃあね、デートどんな服で行こうかな。うん、コウ君をどう調教しようとしてたんだったっけな。うん、コウ君を待ってな、履歴から。お姉様にしようとしてたんだけど、ガーリーか。ガーリーベースにしつつ、あ、でもな、新しく買った服な、ガーリーやと着れないよな。あ、いけるな、ガーリー。あ、お姉様系になっちゃうよな、やっぱな。うん、わかる。あ、でもナチュラル結構増えるな。うん、スギちゃんいいね。下変えたら意外といけるかも。あ、ガーリーいけるやん。でも寒いな。何この服。ひどすぎるだろ。
流行が一つもないな。赤色せめてつけるか。あ、でも、あ、これアクセサリーつけるだけでガーリーにもお姉様にもなれる。強い。すごすぎ。あの、基本お姉様なんやな、この服は。あ、うん、で、ニットの手袋とかつけたら、ガーリーになれる。いやけどな、パンツはなくて、赤い色もなくて、そうなんだよな、難しいな。赤色せめて入れたかってんけどな。じゃあ上の過ぎて諦めてお揃いでいくか。あー、まあな、お揃い、うん、そやな、これでいくか。うん、ガーリーにならないねんな。うん、難しいな。コメントはね、恐れ判定になるけど、裏ではカウントされてるんでしょ、その好感度的な意味では。じゃこれ着て、あかんな、どう頑張ってもお姉様やな。難しいな、シックすぎんねんな、ケイ君の T シャツが。そやねんな。これで売るなっちゅうか。難しいな。これでナチュラルがだいぶ増えるけど、一旦これでいっていいかな。今日は流行を無視して、俺この服でデートに出かけたという実績を残したい。流行全く置いてないけど一旦この服で行きたい流行全く追ってないんやけどさ遅くなっちゃった。コウ君はもう来てる。ごめんね、待たせちゃった。おー、完全お揃いやったやん。ちょっと着てきたよかったな、コウ君のジャケット。マジなんかあったのか。あ、でもそうか。あ、まあまあまあ。ね、ね、着てきてよかったよね。うん、そうじゃないけど。心配かけんじゃねえよ。行くぞ。寒くない？いや、あの、ニット帽をかぶってるから保温値は保ててるはず。おう。そう。たとえ半袖だろうが。鍛えてね。もともとだ。ニット帽をかぶれば大丈夫という伝説の。好きだな、それ。あ、ハズキ系っつったかそら2枚重ね着してるからな、好きだよな。あ、前にも着てたっけ、よく覚えてるね。派手だからな、嫌でも覚える。うん、もしかしてこれ着て一緒にいるのは恥ずかしいそうじゃねえ、2人でいる気しねえんだよ、やりづれ。うん、そんなに気になるんだハズキ2枚重ね。マイクも人間も氷には向いてねえ。よし、寒い。コウ君ね、スケートあんまり好きじゃないんやんね。どうした、バカチキンだよ。ここはスチールがある、スチールがあるはずなんですよね。だからまあまあ印象は下がるかもしれんけれども、グイ。本気かお前。本気だよ、ど根性はずきあの葉月動いたら嫌やろ。おい、振るかボンボンって。ここで見ててやる。滑ろうよ、せっかく来たのに。いいから行けって。はい、低下して。バカ、てめえ。あ、あ、ああ、美女だよ。もう滑れないならそう言えばいいのに。うるせえ。怒ってる。でもコウ君もルカも苦手なスポーツなんてないと思ってた。そうか、このスチールがあるから絶対この服やったんや。あー、じゃあ分かってたんやな。もう約束されたペアルックやったんやな。あー、着てくれよかったな、上着な。中身はハズキやけど。ルカはプロ並みだ。まあ生まれたのが、お、ん、いや、スケートできねえのは俺だけだ。おー、なるほどな。
そうなんだ。じゃあルカに教えてもらえばいいのに。そんなことできるか。兄としてはプライドが許さない？そんなんじゃねえよ。あいつは俺のことヒーローだって信じてた。ガキの頃だけどな。ああ、ヒーローか。勉強も習い事も何やらせてもすぐに一番になっちまうくせに、おかげでこっちは必死だ。迷惑な弟だ。今もだよきっと。お、いいコメントしますね。コウ君嬉しそうだよ。ああ、どこがだよ。よし、じゃあ今日は特訓だ。なんでこんなとこに来たんだ俺は。滑れるようになってよかったね。じゃあね。あ、ほら今日のことはな。何何、分かってる、ルカには言わないよ。あ、やっぱ恥ずかしいんや。スケートができないということを。そうか、バレんの。じゃあそういうことで。兄弟って複雑なんだ。でもちょっと羨ましいかも。これスチルイベントだから好感度は上がってるよね。楽しかったな今日のデートも。もう終わりかな。おい、手出せ。ちょっと教えて、デートコミュー。でもデートコミューの俺もこれの意味がね、調べてもまだ分かってないからな、デートコミューの使い方が。デートコミュー、ちょっと調べよう調べよう。一回クリアしよう、これはもう攻略見よう。これほんま難しい。手出せやで。このセリフとかもね重要なんですよね、確かね。ね、ちょっと待てよ。デートコミュ高一、発声アプローチ、デートコミュ正解アプローチ、デートコミュ正解表、手をつなぎたい、天使と小悪魔でも違う、攻略見ないとわからない。攻略見てもわからんかってんな前回。むずいんだよこれ。で出せ、手つなぐってこと。あ、これは手つなぎたいで、で、あれか、見つめるからか。待って、触れるやな。三角、三角長押しで手をつなぐ。え、手をつなぐからいくんか、まず。なんだよ。はい、バカ、素直に出すな。お、言われた通りにしたのに。よし、これで見つめるやね次。これこの攻略によるとおそらく見つめるやんね。オッケーオッケー、見つめるぜ。じゃあやめる？いや待て、あ、いや、その、いや、これ怖くもやな。しかしやり方がいいんだよね。それじゃ、でくっつくやね。ああ、くっつくぜ。どうした？え、手をつなぐ、あれ、ちょっと待って、あれ手をつなぐ、くっつくじゃないの。俺の見てる攻略サイトやと次くっつくなんやけど、次はくっつくでタイプ F 判定。タイプ F 判定って何？あ、手をつなぐだと小悪魔によるんや。なるほど。あんじゃ手をつなぐの方にしよう。どっちでもいいってことか。うりゃ。やっぱりやめなーい。おいこれ。お前わかっ。待てこれ。めっちゃ焦ってる。知らない。うわ、コウ君と仲良くなれたかも。あ、これ成功か。お前といるとな、いつも一日が短くてしょうがねえよ。くっ、柄じゃねえか。いいやったぜ。もう冷えんな、バカチキンだよ。まだ物足んねえな。お前は。いいね。
おい、ふう。お、なんだなんだ。サミ、あ、どうした。バカ、試験だよ。よせよせ。あれ、後悔すんぞ。怖くもよらないか。最後違う。あ、手をつなぐではあかんかった。やっぱくっつくにせなあかんかったんかな。あ、いや、ガキの頃はそう呼んでたっけなってよ。お、サミ、あ、どうした。バカ、チケンだよ。よせよせ、後悔すんぞ。なるほど、そういうことか。最後違ってたんか。うん、あれ、待って、俺今話を見れてなかったみんなのコメントの方見てた。最初に選んだルートを貫かないとだな。なるほどな。ふうって呼んでいいかって。いいよ、その方が。おお、そうかよ。サミ、あ、どうした。バカ、チケンだよ。悪い、よしよし、加減が効かねえ。いたずらやと小悪魔によらないね。そうか、正解したら大接近モードになるんか。じゃあ、あ、いや、練習だ、気にすんな。オッケーオッケー。ああ、冷えんな。あ、どうした。バカ、チケンだよ。お、あ、これ天使か。てめえ、今日どこかでやり返す。なるほど、いたずらでも天使になっちゃうか。前悪魔になった気もしたんやけど。今日はよ、もう遅らせろ。ほら、来い。よいしょ。サミ、ああ、おい、動け。動くよ。ありがとう、送ってくれて。礼言うほどのことじゃねえ。じゃあな。うい。うん？ああ、まあ次のデート込みに期待しましょう。どうした。悪い、加減が効かねえ。やっぱ三角長押しが安定して小悪魔になれるな。三角長押しをメインに使っていこう。一番小悪魔になれる。帰ってきても声が聞こえたような気がして、ついお前の姿探しちまう。バカみてえだな。おい、ときめきすぎやろ大丈夫か。キャラじゃないぞ、もはや。でも嬉しいな、病気やで、コウ君なあ。幻覚まで見えてるもんな。よしよし、エンジェルレベルがどんどん下がってきたよ。どんどん小悪魔になる。そう、今小悪魔になろうとしてます、天使から。そうなんですよ、ここはいいや。お、魅力が上げられるようになってきてるので、魅力ガンガン上げましょう。よし、上げるぜ。天使レベル4のヘアデート指は見ない感じ。そうやねんな、ちょっと悪魔イベントを全員の見ていって、小悪魔レベル4のヘアイベントはちょっと頑張ってみるようにしましょう。アルバイトよく頑張ったね。新しい1年の始まり、なんだか清々しい気分。あ、年賀状が届いてる。お、ウサギの鳴き声わかんねえ。確かに、にゃんではないやろ。しかしわからんにやったら素直に書かないようにしようぜ。ルカよ、これはコウ君のね。かっこいいけどかわいい、コウ君らしいな。ニーナ君からだ。色使いがニーナ君っぽい、セクシーなバニーさんも。これは見ようだよね。難しいな。恋愛運は秘密ってどういうことだろう。カレンから。QT3 の年ってどんな年だろう。大迫先生、ウサギだよね。ちょっと遅いけど。このウサギちょっと怖いな。ね。鬼太郎とかに出てきそうな感じのウサギやね。これ。生態がないんか。ウサギは。誰だろう。絶対こうやん。やっぱり。ああ、おめでとう。ん、おちこ先生。おう、お前よ、初詣行ったか。ああ、もう行ったかも。今年はまだ。コウ君は。それよそれよ。行くか、初詣。おい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 、行こう行こう、一緒に行こうぜ。よし、じゃあ家で待ってろ、そっち行くからよ。おうよ。分かった、準備しとくね。おう、やっぱあれか、準備っていうと。いや、振り袖ではないんだ。
あ、いや、なんでもねえ。あ、そんじゃないよ。ちょっと期待してたかな。ちょっと辛いな、これ。これちょっと期待されてるな。ないんだよな。やっぱあれか、ハズキティかって思ってるかもしれへんから、いいかもな。うん、ね、下ジーパンでいいか、うん、いや、うん、あ、この花クロッシェリンクスカートにしましょう、うん、ね、で、頭は、あと手袋にしましょうかね。うん、まあ、これでいいかな。うん、あのちょっと葉月をあれか、あの重ね着の順番変えましょう。前回と一緒になっちゃうから、これでだいぶ変化があるね。来たぞ。うん、コウ君、明けましておめでとう。おう、明けましておめでとう。ああ、その、まあ、おめでとう。うん、いいから、ほら、行こうぜ。な、行こう行こう。正月からこの人だ、分かっちゃいたけどな。おう、行くぞ。うん、はぐれたらどうしよう。そん時は家に帰りゃいいだろう、ガキじゃねえんだ。それはそうだけど。おう、そうか。じゃあ、あれだ。あれ？手貸せ。繋いどきゃはぐれねえから。うん、ありがとう。今年は何をお願いしようかな。よっ。あ、普通に学業でいいよね、これはね。うん、結局ここは学業が安定なんよね。その願い叶えて神ぜよ。よし、あれ、なんか叶いそうな気が。ディリリリリリ、お賽銭箱の前すごい人混みだったね。どいつもこいつもてめえの願い事で必死だからな。危ねえ。うん、コウ君が前を歩いてくれたから助かっちゃった。おう、そうか。まあ、どうってことねえけどよ。うん、あ、おみくじ、おみくじ引いてみようよ。大吉来い。引きてえのか。よし、大吉来いよ、コウ君も。嫌なこった。うん、任せなんだから知っといた方がいいよ。さて、私の今年の運勢は。あー、こはー、コウ君どうだった。小吉だ。何は小吉。あー、割といいんじゃない。よかねえんだよ。もうちょっと大吉とか大凶とかあんだろうがよ。ありゃ、まあ、神様に絡まないの。占う気あんのか、神様よ。うん、バチ当たりだなね。おい、気合い入れて願い事してたじゃねえか。お前のことだよ、ちょっとね。なんだよ、教えろよ。ダメ、人に話しちゃダメなんだよ。ちっ、どうせ小遣いあげろとかそんなもんだ、お前の願い事は。学業のことだろ。おい、ちょっとお前のことだろってことにしとけよ。そういうことにしとけ。全然違います。しとけしとけ、学業なことは分かっとる。ほら、ついちまった。強情な女だな。ああ、じゃあ私が教えたらコウ君も教える。おう、上等。あ、いや、ん、何、かなり安全だ。あら、なになに、急に、なんか嘘っぽいな。本当はバカ、男は軽々しくそんなこと言わねえんだよ。こっちには聞くくせに、男って関係あんの。まあ、今年もよろしくな。じゃあよ。コウ君って亭主関白っぽいよな、気になる。でも今年もいい年になりそう。うん、関白宣言歌いそう、ほんまに。お前を嫁に。あれ、なんか天使イベント上がってしまった。
テンション上がっちゃった。ちょっと上がるなよ。ハッピーニューイヤー、明けましておめでとう、今年もよろしく。ここを見ているあなた、まさかいつもそうやってウェブページとにらめっこしてんじゃないでしょう、うん、彼が寒がりで、でもやっぱデートしてたい。ウィンタースポーツが苦手な彼なのにね、うん、カルは静かな海、冬の海で寄り添う二人なんてやだ。ロングパンツ赤、ブレスになりましたね、うん、なるほど。ブレスはあるよな、ね、あ、今日ゲージストア行ってきた。5万円ぐらい買い込みましたか。いやでもさ、ガールズサイドのポップアップストア行ってきたけどさ、あれ俺7700円に抑えたけどさ、普通にみんな行ったら2万円ぐらい使っちゃえへん。あれきついよな、なかなか財布に手厳しいイベントやったわ。まあいいんやけど、幸せだからねえ、なかなかやで、うん、ブレス。ファミマ印刷はした？いや、それはしてない。うん。なんか、そうやねんな。ポストカードとかあんまり俺集めない方なんですよね。はい、うん。あ、俺ブレスって持ってないのか？あれ？あ、ブレスレットってなかったんか。ね、うん、ピアスやろ？うん。CD 含めて、あ、そっか、そうやんな。でもそもそも俺、そっか、俺も思いっきり2万なんか余裕で超えてんな。だって CD だけで1万2800円やから、そのポップアップストアで使ったのは7700円やけど、CD が1万2800円で、抱きしめて6800円やから、そっか、3万はいってないけど、2万6、7000円になるんや。そうやな。そっか。そっか。そしてブレスなし。じゃあもう赤しかないんか。なるほど、仕方ないね。で、普段の服を小悪魔系にしとかないと、あれだ、うん、ちょっとワイルドベースにしてね。まあこの服でもいいんやけどね、普通ね。ワイルドで売ろうか。あ、でもうるせくで折った方がいいかな。ワイルドより、ワイルドの音うるせえな。よし、うるせく、これでうるせくや。なんか結構簡単にウルトラワイルドに、あのワイルドになってしまうな、うるせくから。うーん、難しいな。逆に寒い。んーで、扇子を変えよう。セクシーな。すぐワイルドになっちゃうな、難しいなね。これセクシーキャップのはずやから。あ、来た、うるせか。これでオッケーオッケーオッケー。じゃあこれで降りましょう、うん、あ、でもそうや、セクシーキャップじゃあかんねん。あれや、あのなんだっけ、ラッキーアイテムにしとかなあかんねん。手袋、あー手袋か。オッケー。ワイルドうるさいよな。でもセクシー手袋にしときましょう。これセクシーや。あーしよしよしよし。手袋ってでもこうじゃないとあかんない。あー、もうワイルドになっちゃうな。これも手袋にカウントされる？グローブ。グローブじゃなくて手袋なんですよね、多分。ワイルドでもいいんかな？怖くもなれるかな？すぐワイルドなる。されませんか？わかった。すぐワイルドなるなぁ。あれ？カレンから宅配便が？おしゃれさんだ、バンビエ。これでもっともっと可愛くな、お！ガチンコ8も、でやね。ありがとう。早速身につけてみよう。おかしいやろ。ほんまに。
なんでやねんこれ。これ判定はなしか、これつけてても。あ、いや、つけとこう。あ、じゃあ、それでもあかんやん。あかんやん。ラッキーアイテムにならへん。そうだ。なんか一人で出かけるときつけたいな。女王のガウンっていうのがもらえるんやな、周回していったら。なるほど。なんでこんな NG コメントが出たんかと思ったら、ガチンコハチマキのチンコの部分に反応してしまったんか。急に NG コメント増えたなと思ったら。ちょっとみんなチンコなんて書かないでよ、頼むよ。もしもし、あ、俺。うん。あ、ルカ、どうしたの。ねえ、今度の日曜コート3人で遊びに行かない。まあまあ、たまにはいいかな。うん。スケートしよう。コウが。またか。面白いよ。知ってるやん、しかもルカ。なんかスケート下手な、黙っといてみたいな雰囲気やったけど、ルカ知ってるやん。まあ行くか。行こう。もう一回やけど、行こう。こっちから誘わへん分。じゃあ決まり。たまにはね、誘われた時ぐらい行きましょう。はい。オッケー。コウにも伝えとく。寝坊禁止ね。じゃ。二人でもう言ってるの知ったら気まずくない？いや、もうそこも知られるぐらいの前提でいきましょう、ね、まだ三角ですよ、ギリギリ。三角は崩れつつある気もするけど、そう、私は何も言ってないからね。あ、平君や、今日は私からよっしゃ。たまにはね、嬉しいやろな、平君。平君が一番ピュアにフルコのこと好きそうやからなね。ちょっと、あの、ちょっかいかけたくなる。え？あ、なんか用事があった？うん、用事なんてないよ。一緒に帰るに決まってるだろ。でも、このパターンは想定してなかったな。いいね。あ、ガチンコハチマキ、パラ上がりが、パラが上がりやすくなる。え、マジで？え、どうしようかな。君から誘われるパターンがあったか。そうなんだよ。そうなんだよ。校門を出る前、だいたいこの辺りが危ないんだ。そうそうそう、そうなんだよね。どうしたの？だいたいこの辺りのタイミングで誰か現れたりするはず。そうなんだよな。誰かって約束してるの？約束というか、お約束というか。あれ、大丈夫みたいだな。うん。変な平君。あ、PSP 版の PSP 版だと、あのハチマキは体力が、あのパラが上がるんや。 DS 版は違うんや。うん。はい、これ修学旅行の写真、君に渡してなかったよね。お、いいね。うん。あ、これ出発前に彼に撮ってもらったんだよね。そう、結局みんなが君のところに集まってきて集合写真になっちゃったやつ。うん。でも君と一緒に写ってるってことは変わりないしさ、俺は気に入ってるんだ。ね。むちゃくちゃ遅いよ。むちゃくちゃ遅いな、確かに。ガチンコハチマキ、パラメータが上がりやすくなる、体育祭で有利。なるほどなるほど。つけますか、じゃあ。あ、でもデートやな、デートか。うん、コウくん、まあコウくん調教ということで、引き続きガーリーにしましょう。で、あ、でこのガーリーやと、あれやな、赤も入ってるやん。いいね。うん。やったぜ。違う。この周り赤いやん。いいじゃん。完璧や。よし。二枚ハズキばっかりやな、ほんまにな。好きすぎるよな。まあ、たまに、まあ、次はちょっとハズキやめましょう。そんなハズキばっかり着ていってもね、ちょっとなんか芸がないから。アクセぐらいちょっと変えるか。本中は大丈夫。半分超えてる。で、この前来たのは下が違ったから大丈夫。うん。はい。
ちょっと早く着いちゃったかな。あ、ルカもう来てる。早いね、ルカ。今来たとこ。コウもすぐ来るよ。ん？約束の時間までまだ結構あるよ。隠れてコウのやつ泣かしちゃう？ん？ルカ。はーい。はーい。悪い。待たせたな。ホームルーム。ちょっとね。悪かった。代わりによ、あれだ。何？ああ。わかんねえ。なんかしてやる。お、なんかしてくれる？そんじゃ、行こっか。オッケー。もう完璧。神様、ありがとう。お、え？飾りすぎず、地味すぎず。それでいて、女の子らしさ全開スタイル。うん、まさに天使。うい。よかった。すごく喜んでくれたみたい。ハチマキがパラ上がりやすくなる説は、今日は俺のターンだな。ファンの間で言われてただけだと思う、うん、攻略本にはミニゲーム有利としか書いてない。ああ、今なんか いくつかウィキ見たけど、ウィキにはパラメータが上がりやすくなるって書いてあるけどね。これは攻略本ってあれ PSP 版の攻略本。あ、飛ばしたかな。あ、そうかよ。まあいいや。コウ君だけ。サミ。しっかりやっておきましょう。ん？これ引っ張るね。うん。あ、最初その説があって攻略本出るまでファンの間では言われてた。なるほど。まあつけてて損はないけどね。まあでも。じゃ、ちょっと回ってくれ。あのラッキーアイテムをつけてると得があるから。寒い。ん？そうやね。そうやったらラッキーアイテムつけてる方がいいっていう話になってしまうんですよ。どうかした？ちょっと警戒気味やな。すったでしょう、今。そうだよ。わあ、ルカってスケートすっごく上手だね。まあな。情けねえけど、こればっかりは勝ち目ねえな。ファミ通の攻略もんだけど、だけどってやめ。ああ、冷えんな。どうした？ああ。あ、ダメだ。もっと寄っとけ。失敗したな。うん。コウ君、なんか嬉しそうだよ。そうか？そんなこともねえだろ。うん。寂。ああ。どうした？よっ。なんつうか、慣れねえわ。どうにもよ。うん。自慢の弟だもんね。まあか、そんなんじゃねえよ。ルカ一人で滑ってるから、結局コウ君とばっかりおしゃべりしてるな。どうした？コウ君嬉しそうやん。それバカチキンだよ。じゃあしょうがねえな。この二人のデートになってもうてる。一人滑らしといて。あ、来た。あ、怒ってるやっぱり。こそこそ楽しそうだな。くっつくの禁止。まあまあそう言わずさ。はいはい。あ、そこまで。ちょっと勢いよく寄りすぎた。くっついてあげようと思ったのに拗ねてるから。へえへえへえですよ。サミ。ああ、じゃあもう仕方ないから。くっつくの禁止って言われたからくっつこうと。バカチキンだよ。くっつくの禁止と言われましたのでくっつきます。えい。本気かお前。本気だよ。不利だと思いましたので。めっちゃ怒ってるやん今。今一瞬映ったルカの顔だいぶ切れてた。今日みてえなのはよ、悪かねえぞ。お前らどうだったよ。おや、サミ。ああ、どうした？よ、なんつうか慣れねえわ。どうにもよ。うん、まあね、ラブラブもいいけどこういうのもありだ。ああ、待って。よっ、ん、何見てんの。よし、戻ったね。いいね。ふう、ほら行くぞ。送ってく。ルカ来い。うい。ああ、冷えんな。ああ、どうした？なんつうか、うん、慣れねえわ。どうにもよ。うん、じゃあ、じゃあ ルカちょっと相手してあげよう。もっと話したい。どんどんね。撫でてくれるんだ。
あれ、やっぱ女の子の手って小さい。やば。返すな、お前。本当に面白い。背伸びしちゃって。届く、もっと話したい。撫でてくれるんだ。俺の瞳には誰が映っ、お前。ほんと、背伸びしちゃって。ガキの頃と全然変わってない。お前、やば。返すな、や、もっと話したい。楽しい。もっと撫でてくれるんだ。交代するか。ありがとう。こう、ご指名だ。よし。あ、ルカも結構怒ってんな。おも、飽きねえ。あれ、もういきなり。もっと話せよ。おい。人が見て、誰にでも触らせろ。指。グッチ、まだ平気なんだろ。やめとく。こら、つつくな。おい、こら。あれ？おい。これか。人が見て、お、飽きねえ。もっと、誰にでも触らせろ。指。グッチ、やめとく。おい。センス、まだ平気なんだろ。こら、つつくな。つつくか。はん、おい。人が見てんだ。お、飽きねえ。もっと、誰にでも触らせろ。指。もう一回交代したんやけどな。できんのかな。おい。もうちょい付き合え。おい、こら。やめとく。こら、つつくな。お前なら、もう交代したんやけど。もっと話せよ。交代できない。ああ、残念。ダメだ。また、ルカを怒らせてしまった。今度からスケートは二人で行け。あれ？あ、こう。こうすねた、急に。コウ君、そんなに嫌？まあな。うん。じゃあ、三人で練習しようぜ。な。邪魔すんのもいたたまれねえんだよ。コウ君。おい、ルカ、しけた面すんな。ひいきだ。絶対ひいきだ。ね。家まで送ってくれてありがとう。またどっか行こう。じゃあね。うん。じゃあね。じゃあ帰るか。またな、ふう。コウ君からメールが来てる。次は二人で行くぞ。ルケには悪いけどよ。いいだろ、二人きりだって。ちょっと恥ずかしい。でも嬉しいな。うん。ちょっとあれやんね。三角関係崩れかけてる気がするよな。ちょっと見てみよう。知り合いの評価を聞く。あ、やっぱりちょっと離れてきてるね。でもまあまあまだって感じやな。なんでルカあんな嬉しそうな。うん、ね、ルカの顔なんなんやろな、あれ。よいしょ。ああ、ルカまだ好きにはなってないんやな。お、もう惚れちゃった。来ました、いただきました。ときめきまいちゃいましたね。え、うん、で、まあまあまあ、うん、うん。お、ミオが、お、ミオとカレンはね、いい感じになってきてますね。オッケーオッケー。まあいいでしょう。よし。他には？もうないよ。ゲイ、ケツでかいぞ、ええぞ。星の導きを信じて。ただのおっさんやないか。うん、ありがとう。ね。うん。よし。うん。宝石店か。そんなんやってんねんな。え、宝石店なんか前回行かんかったよな。行ってみるか、一回。まあいいや、とにかく、魅力を上げましょう。ローズ金目指して、ね、うん、後楽よしか。後楽よしやから、でも菊間にこれ以上上げても仕方ないのよな。普通に魅力上げるか、ガンガン。
そうやんね。何時までやりますか。あ、ちょっと延長しとくわ。でもまあまあ一応もうちょっとやけどね。バンビ、ハスミン会いたいな。確かに初めてやから。一緒に帰ろう。あれ3人で帰る。お、いいね。そうそう、3人でさ。どう、キューティースリーで帰るのは久しぶりですね。お茶して帰ろう。いい選択、そうする。もちろんさ。だよね、じゃあ行こう。ね、ミオ、カレン。何？何何？どうしたバンビー。学校のことについて聞きます。うん、中学入ってちょっと経ってかな。おう、カレンはね、とても繊細な女の子だった。おう、女の子はみんな繊細なんやで。へえ、過去形。あ、例えば男子と言い争いになった時、よく女子の代表にされていた。でもみんなの前では強がっていても、実はこっそり。ちょっとストップ、秘密にしてって言ったじゃん。あら、はいはい。まあ悪魔やな、なかなか。 そんな私を励ましてくれたのがミオでした。それが始まり。なかなかに小悪魔やな。いいな、二人とも。ね。いい二人ですね。よしよし。魅力が全然足りひんねよな。運動も全部130にせなあかんねやね。うん。まあ、普通ぐらいのやったら魅力ガンガン上げていきましょう。よっしゃ。ユリかな？うん、ユリだよ。何を言ってるんだ？今さら何を言ってるんだ？よし。あ、そういえばもうすぐ会長の誕生日だ。会長な、買いに行くよ。全然爆弾つかへんね。確かに、ほんまにほとんどデートしてないのに、やっぱガールサイド3は爆弾がつきにくくなってるね。よし、会長なので寝台特急のヘッドマークだ。バイトは続けるよ。うん、プレゼントも用意したし、あとは渡すだけ。喜んでくれるといいな。そう、今回はねローズクイーンも目指したいから、ちょっとパラアギをガンガンしてます。うん、すみません、呼び出したりして。うん、どうしたの。会長、今日誕生日ですよね。これプレゼントです。え、僕に。なんだか悪いな。うん、開けてみてください。これ欲しかったんだ。すごいな、君に言ったことあったっけ。最高のプレゼントだよ。どうもありがとう。やった、すごく喜んでくれたみたい。うん、うっていうか、またアクセを変えるの忘れていた。そうや、アクセをちゃんとラッキーアイテムにしとかないとな。ラッキーアイテムって変わってる？まだ変わってないか。え、ローズクイーンってみんなに好かれてないとあかんの？さらに。やったっけ？パラだけではなく、全員のお尻を大きくする必要がある。うん。嫌いじゃなければ大丈夫説。ある。爆弾ついてなければ OK。 ああ、そうなんよね。 OKOK。 今のとこ、まあ特に嫌われてるわけではないから大丈夫でしょう、多分。有効ぐらい欲しい説もあるけど。あー、勉強と行楽、まあ今はちょっとさすがに行楽でいくか。うん、カレンと遊びましょう。あ、違う、カレンに電話したらよかったんか。まあまあまあいいや。よし、わ、結構失敗すんな。よ、ふう。お、3人帰り。一緒に帰んないか。ルカもいるけどな。そいつは残念だぜ。
行くよね。ああ、こうこう。オッケー、行こうぜ。まあ、悪かねえな。行くか。ね、じゃあ、行こう。ん、そういえば。ん、なんだ。お、そっか、結構なんか特殊なあれやな、選択肢ですね、全部。全部聞きたい、どうしよう。男の人ってにしよう。2周してるけど嵐さんと交流がほぼない。そうなんだよね。まあてか嵐ニーナコンビと、ま、なんか全然やってないからさ。1回目は先輩図で、2周目は今ルカコやってるから、嵐ニーナと全然まだ今んとこね何もしてないんですよ。男の人っていつもどんなこと考えてるの？やらしいこと。ん、ね、もうじゃあコウ君は？さあな、お前どうなんだよ。ね、私は今誰のこと考えてる？え、誰って？じゃねえんだよ。3週目？おう、いじめんなよ。どうしようかな、3週目な、どうしようかな。お前がな。びっくりした。ね。よし。ストレスやばいな。ストレスがだいぶ。まあ、でも健康がな、今あんま良くないからな。ちょっと勉強していきたいな。ね、待って、結構ストレスやばいけど、まあ今運動が良くなさすぎるからね。よし、勉強していこう。よいしょ。お見舞いイベントチャンスまで来ましたね。さあ、2月になりました。あれあれ、まだ2月ちゃうか。セーブしとこう、一応超えてしまわないように、ね。よし、で、なんだっけ、勉強ね。いい、次は原告の授業だって。バンビ、ニュース速報。追うよ。彼、ミオどうしたの？どうやら私たちの予想が現実になりそうだよ。ね、ミオ。これ何の話だっけ？予想って？ローズクイーン。お。今のところは。おい。バンビが本命みたいだよ。ウェイウェイウェイ。来ましたよ。近づいてますよ。だって。バンビのこと知らないバレー部の子が言ってたんだよ。信憑性高いでしょ。来てるよ。バンビの星とバラの花の相性はいい。ヒュー、ミオまで。おっと、戻らなきゃ。お、なんかまたね、クイーンバンビ。カレさんが目見開いてる。なんか、バンビは女王じゃなくてお姫様の方が合ってる。あら、ありがとう。応援してるよ。センキュー。もう大きな声で。おい、聞いたぞ、すごいな。ローズクイーン決定だって？決定じゃない、決定じゃない。違うよ、カレンとミオが勝手に言ってるだけだから。あの二人だけじゃなくてみんな思ってるよ。お、俺も君ならなれると思う。タイラーめっちゃ来るやん。なんかちょっとあんま出しゃばるなよ。そんなキャラちゃうやん、タイラー。こら、今日は何の騒ぎだ。さっさと席につけ。ん、はい。カレンとミオのおかげで大騒ぎになっちゃった。ここにいたか。お、コウ君ルカ、どうしたの？今度の日曜出かけんぞ。おっと。来るか。来ましたね。まあまあ行こうか。城なんだけどよ。城か。なかなかシビいぞ。シビい城に。まあまあ行きますかね。行きましょう。じゃあどうする？
今度日曜日バス停で待ち合わせでいい？ああ、わかった。寝坊すんな。ん、俺が寝坊しちゃうかも。3人でお出かけか、楽しみだな。シビーシロ行きましょう。じゃあストレスストレス流行が変わりました。そしてバレンタインデー、別れのシーズンでもあります。そう、卒業。今月のお悩みはこちら。まあでもこのデートぐらいで終わりかな。バレンタインが次のイベントって感じかな。あ、でも今日はあれしましょうか。だから今日こそぶっ倒れイベントを見て、リセットして終わりましょう、ね、でバレンタインは来週、次回。ロングパンツの赤のネックレスですね。オッケー。ネックレスならあるぜ。とりあえずガーリー行きながら、ネックレスからネックレス、いいね。お姉様のちょっとガーリーでしつけていきたいから。あ、でもちょっとあれやな、これじゃなくて、ハズキティがちょっとセクシーすぎる、シックすぎるので、これにキュートな感じを、あ、これナチュラルか。なるほど、キュートをどんどん加えていけば、まあこれ2つか。これセクシーな。あー、ガーリー来たね。あ、これは普通に可愛くない？で、赤がある、赤があるの、赤のネックレスなので、あー、1個 OK でしょ。よし、そう、今日はニュートラルじゃないんだね。そうね、一応ね、普通に言うのはナチュラルやから、ね、ニュートラルはわざと言わないと出てけへんから、今すっと普通に言ってた。よし、ね、普通に可愛い服になりました。行きましょう。あ、そうか、オッケーオッケー、行きましょう。可愛い服ではない。まあまあそうやな、変は変やから。まあまあまあ、滑り込みセーフ。もうアウトだよ。走ってきた人はセーフ。ごめん、許してね。悪い、待たせたな。コウ君かっこいい、この服。まあなんか黒い服ばっかり着る男はなんだろう、イモイとよく言われます。でもコウ君黒似合うもんな。ちょっとね、悪かった。代わりにをあれだ。何？ああ、わかんねえ。なんかしてる。いつものやつや。そんじゃ行こっか。もう完璧。いいね。神様、ありがとう。え？飾りすぎず、地味すぎず。それでいて女の子らしさ全開スタイル。まさに天使。よかった。すごく喜んでくれたみたい。よかったね。やっぱ天守閣だろ。おうよ。何？ん？よ。ちょ、待って。結構ゆっくり行ったと思ったのにな、今のな。そっか。高けりゃいいんだろ、てめえは。今のゆっくりやったよね。結構判定厳しいね。うん、よし、これ引っ張るな。そうやね、まあ、ルカちょっとそこまで私のこと好きじゃないのかもね。ね結構警戒され気味やよな。遠くまでよく見えるね。晴れてっからな、海までよく見えるね。ミュカ、ああミュカちょっと今どうした？なんつうか、なれねえわ、ウエストビーチは見える？こっからだと岬の影になってて見えない。 あれ、なんだろう、気になる。あ、ダメだ、気になりすぎる。失敗した、解消できなかった。そっか、残念。こう、ちょっとどけてきて、ね、見える？気になる、気になりすぎる。できねえな。
よし。見えか。ああ。どうした？よっ。なんつうか、慣れねえわ。どうにもよ。今日みてえなのはよ、悪かねえぞ。お前らどうだったよ。どうした？まったりやったな、今日のデートは。超まったりでした、ね。どうした？なんつうか、慣れねえわ。どうにもよ。なあ、うん。そりゃこうはな。はあ。ぐいぐいぐいっと。どうかした？くすぐったでしょう、今、うん、ふう、ほら、行くぞ。送ってく。ルカ、来い。よいしょ。ん？ああ、どうした？バカ、チケンだよ。よっ。よし。俺のただすっぽりじゃねえか。いいでしょう、うん。ルカがちょっと悲しそうな顔してんねよな。なんか不機嫌なんかな。ちょっとルカやばそうやな。あ。おい、飽きねえ。もっと話せよ、ユビ。食っちまうぞ。おい、やめとけ。手にワックスがついちまう。あいよ、おら、ルカ。ね。もっと話したい。楽しい。つくぜ。もっとしゃ、やば。返すのやだ。撫でてくれるんだ。あ、お前。背伸びしちゃって。ガキの頃と全然変わってない。もう少しした。もっと話したい。撫でてくれるんだ。お前、本当にもっと話したい。やっぱ女の子も撫でてくれるんだ。ガキの頃と全部、お前、背伸びしちゃって。いいよ。もっとラブラブして、こうをいじめよ。こう、ご指名だ。80になった瞬間、ちょうど交代マーク出たから、ね、完璧や。おい、飽きねえ。もっと誰にでも触らせるわ。指、もうちょい付き合え。ガン飛ばしてやがんのか。こら、つつくな。やめとけ。まだ平気なんだろう。おい、こら。面白いな。飽きねえ。もっと話せ。おい、人は、もうちょい付き合え。誰にでも触らせるわけじゃねえぞ。やめとけ。交代したいな。おい、先制攻撃かよ。飽きねえ。もっと話せよ。誰にでも触らせるわけじゃねえぞ。ゆっくりやりましょう。やめとけ。まだ平気なんだろう。おい、先制攻撃かよ。ゆっくり見よう。面白いな、お前。誰にでも触らせるわけじゃねえぞ。おい、人は見てんだろうが。よし。はあ、こう、どう思う？はしゃぎすぎだ。だよな。ふう、覚悟はできてんな。今回はマジだよ。マジなの？やれ。きたー。ダブルコチョコチョだ。いつものやつだ。このエロい音。ふにょふにょにょって。絶対揉まれてるもんな。駅ま、家まで送ってくれてありがとう。また3人でどっか行こう。じゃあまたね。じゃあ帰るか。またな、ふう。あ、ルカからメールが来てる。俺もこうも燃え尽きてる。はしゃぎすぎたな今日。しょうがない、すごく楽しかったんだから。よかった、今日はルカとすごく近づけた気がする。あれ、コウ君からメールが来てる。次は二人で行くぞ。ルカには悪いけどよ。いいだろ、二人きりでも。こうやって三角状態だと永遠に三人で誘われ続けるんかな。誰か抜けがけしてこう二人で遊びに行こうって誘ってけえへんのかね。先輩コンビの時もそういうことはなかったよな。まあないんやろな。あ、誘ってくる？抜けがけある？ああ、そっか、あるんやな。先輩コンビの時あったっけ？あったか？あったかな？あったか？順調に下がってきてるよ。いいよいいよいいよ。ありましたか？あったか？あったか？あったな。あんまり覚えてなかった。どうした？うん。そうやな。インカレ先輩してたな。
うん、そうやな。じゃあちょっとじゃあ病気になりましょう。うん、バンビ帰ろ。帰るよ、ミオ帰ろ。なんだい、あれ、喫茶店のやつじゃなくて。今年は誰。あ、バレンタインの話か。バレンタインね、そっか、そういえば渡すかどうかは考えてないよ。バンビ隠し事。お前にあげるよ、そんなつもりじゃ。誰。ん、ね、ああもう騙されないから。失敗。ん、そうか、もうすぐバレンタインなんだ。ん、バンビ。ん、カレン。お昼でしょう。ミオも呼んで中庭行かない？お、中庭には？うん。カレン君。うん。お。いや。変なメンバー。ちょっといいかな。ね。はい。ん？実はたった今パリの花椿、いや五郎先生から電話があったんだ。ね。え、おじさまからですか？それがえらい剣幕なんだ。とにかく帰国するからってね。あら、どうしたの。え、へえ、そうですか、うん、私は思うんだが、奴の送りつけてきた、ほら、例の服を着なかったのね。大人ブルームですね。ああ、それだ。ひょっとすると私があれを着ないことに拷問にやしてニュース2からずっとやってるやん、この話。じゃあ、実は1から。着てくれてないですか。ああ、着ないだろう、常識人なら。着ましょうよ、そんなことよりもだ。何か他に奴が怒り狂う心当たりはないだろうか。さあ、そうか、じゃあやっぱり。あの、五郎先生ってそんなに怖い人なんですか。そうだね、いろんな意味でね。うちの一族じゃおじさまの言いつけは絶対なんだから。五郎先生って一体。とにかく当分一人にならないようにして、あと戸締まりにも気をつけた方がいいですよ。まさかそんな非常識が。常識イコール非常識なのがおじさまですから。うん、確かに、わかった、気をつけよう。いつもすまないね、カレン君。五郎先生って怖い人なんだね。え、嘘嘘、今のは冗談。そうなの。だってさ、困らせると可愛くない、理事長って。理事長って花椿一家にこういじられる運命なんやな、永遠に。あ、倒れた。おー、生きてる。え、これ生きるんや。へえ。ちょっとセーブしてみよう、この上に。じゃあここでさ、寝たら生きるってことやんね。すげえな。まあまあまあ、勉強して倒れましょう。うい、倒れない。あれ、倒れないぞ。どうしたんだ、どうした。さて、帰ろうかな。私バレンタインデーが近いのに。まあまあ、ちょっとこれはなしで、うん、なしで、うん、次回ね、これはね、お断りだ。うん、病気になってしまった。はい、さあ、来るかな。来い。うん、もう夕方か、よく寝た。そろそろ起きようかな。おっと、ふう、いるか。来た。え、コウ君、リンゴを買ってきたぞ。おばさんに渡しといた。ちょっと待って、ちょっと待って、ノックしてよ、びっくりした。あ、悪い。元気そうじゃねえか。もう1週間も休んどるからな。もう大丈夫、お見舞いに来てくれたの。あ、
別に見舞いってほどじゃねえけどよ。まああれだ、まあ、急に来て女の子の部屋バーン入ってきたらびっくりするよな。どうでもいいんだよそんなことは。いいから寝てろ。あのよ、おうよ、ん、病気の時はたくさん食え、そんでよく寝ろ。いいな。おうさ、そうだね、そうしよっと。ほうくん、いや別に。じゃあ俺そろそろ帰るからよ。もう帰っちゃうの？もう。じゃあもうちょっといるわ。よし、それくらい元気がありゃもう大丈夫だな。ありがとう、忙しいのにお見舞いに来てくれて。だからよ、見舞いってほどじゃねえよ。でもありがとう。そう、早く良くなれよ。そんじゃ、ああ写真はバレなかったみたいだね。パソコンの方は一別もしなかったようだ。よかったよかった。寝てんのもズーン飽きちゃったよ。はい、起きてるよ。バンビ、お、入るよ。ミオまで来てくれんの、いいぞ。バンビ、大丈夫？おい、もう楽になったよ。わざわざありがとう。そろそろ元気になる頃だって、結果が出たから。占ってくれたんだ、ありがとう。ちょうど退屈してたんだ。私も退屈。え？バンビがいないと退屈。早く一緒に遊びたい。あら、抱きしめろもう。ごめん、無理しないでゆっくり休んで。牛しよ牛、もう大丈夫、早く一緒に遊ぼう。あとこれ食べられそうなら。メロン、ありがとう。どういたしまして。あ、かわいいこの顔。ああ、ユリだ。長いしても悪いからもう行く。お大事に。結構長いしたんじゃん、すでに。来てくれてありがとう。いい、ミオ心配してくれたんだ。これ彼も来るんじゃん、どう？治っちゃった。そうですか。治りました。はい、天使が来ましたね。悪魔のような天使と天使のような天使が一人ずつ来ましたね。ああ、よかった。というわけで、本日はこれで終わりでございます。あ、一人ずつね。男と女が一人ずつ来るんですね。なるほど。というわけで、ガールズサイド本日の放送はこれで終わりでございますので、とりあえず録画の方止めます。ご視聴ありがとうございました。